ども粟島さん、はい、規格外野菜と言いますとどんなイメージですか？そうですね、ちょっと形が悪かったり、あとは比較的安く買えるっていうイメージがありますね。そうですよね、はい、でもなかなか買える場所っていうのが少ないですよね。でその規格外野菜と消費者をつなごうと奮闘している方がいるんです。こちらです。富山市民の台所、公設地方卸売市場。朝6時にもかかわらず活気に満ち溢れていました。こちらが競り場になっておりまして、地元富山県産のお野菜がこちらに並びます。農家の皆さんが収穫されたものを持ってこられて、仲卸業者さん、また八百屋さんですとか小売関係の方が集まって、朝6時から競りをするという流れになります。そう話すのは卸売会社富山中央青果の大石大和係長です。曲がっていたりくっついていたり、本来なら商品にならず捨てられてしまう規格外野菜、大石さんはそんな規格外野菜をイベントで販売したり飲食店に提供したりするなど、食品ロスを減らすためのさまざまな取り組みを行っています。しかしそれでも基本的には産地の方にその規格外品が残っているっていう状況がほとんどになってますので、余ってしまうわとかもう捨てるしかないっていうことも起きているので。そうですか。実は私たちの食卓に上る規格外野菜は全体のほんの一部、まだまだ行き場を失っている農作物があるのが現状なんです。そこで今日の特集、作る未来は富山の規格外野菜をもっと広めたい、大石さんが生出演。その思いに迫ります。さあスタジオには規格外野菜の直売や加工の手助けをしている富山中央青果企画営業部の大石大和係長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大石さん、そもそもなんですけれども、はい、なぜこの規格外品っていうのは生まれてしまうんでしょうか？はい、市場に出荷する際には、形ですとか品質、色といった規格があるんですけど、はい、全ての成果物が綺麗なわけではなくて、どうしても曲がっていたりですとか色が薄い、太りすぎたみたいなものがあるんですけど、そういったものが規格外にあたります。で意外とですね、今の現行のその規格の基準が厳しいので、はい、どうしてもそこからこうあぶれてしまうものが規格外品というふうになってしまうんですね。はい、でここでお二方に、はい、クイズなんですけども、はい、この規格外品ですね、はい、全体の生産量の大体何割ぐらいになると思いますか？どれぐらいでしょうかね。その時の、ね、気候によっても違うんでしょうけど、でも、大体1割くらいあるかないかかなと思います、はい、正解はですね、はい、農家さんにもよるんですけども、全体の1から3割程度と言われております。そんなにあるんですね。結構あるんですね、はい、知らなかったです。多いところでは3割ほどということです。どうしてもやっぱり規格外って出てしまうんですよね。はい、皆さん当然ですね、綺麗なものを作ろうと努力されてるんですけども、冬場でしたら雪の影響ですとか、やはり天候に左右されてどうしても難しいというのが事実です。はい、天候はね、農家さんどう頑張っても変えられませんから。 そこで大石さんをはじめとした富山中央青果が力を入れているのが規格外野菜なんですけれども、はい、改めて教えていただけますか？はい、企画営業部ではイベント出店をよくしてるんですけども、綺麗な野菜だけではなくて規格外品も含めて、その使い方ですとかそういったことも含めて消費者の方に説明しながら販売をしております。はい、また飲食店様へのご提供ですとか、あとはスムージーやスープといった加工品の開発にもつなげております。イベントはこちら富山駅でも開催されたんですね。はい、そうです。ちょっとね、見た目はユニークだけど味は変わりませんしね。そうですよ、さあ実際にね、富山中央青果に規格外の野菜を卸しているという農家さんの声を聞いてきました。富山市和合地区で白ネギを育てている IH ファームの須澤さん。
特に冬場は雪の重みでネギが曲がりやすく出荷できないものも多くなるといいます。醤油メーカーとともに須澤さんが開発した万能だれやおかず味噌にも規格外品を用いていますが、それでも余った場合は捨てることはないんだけれども、近所の人にお分けするみたいな形をとっていました。中央製菓さんが私たち農家と消費者の間に入っていただくことで、それを使っていただけるっていうのは非常に嬉しいことです。一方で、例えばこの日に何キロ規格外があったら出してくださいっていう、依頼があったとして、ある日もあるしない場合もある。でそういう時はごめんなさいって感じで出せる分だけ出荷している感じなんですけれども、そういったところの調整がもう少しうまくできると、さらに規格外品が生きるのではないかなと思っています。味は規格品と同じですから、もっと活用されるところが増えていくといいですよね。そうですね、はい。で、一方で消費者の私たちができることってありますか？はい、そうですね、規格外品はもちろんなんですけども、野菜や果物って本当に余すことなく使えると思うので、ぜひすべてきれいにこう料理に使ってほしいなというふうに思うんですね。で、今だと春キャベツとかが旬だと思うんですけど、新って捨てちゃいがちじゃないですか。そうですね、捨てちゃうことが多いですね。そうですよね、はい。その新の使い方が3つほどあって、1つが細かく切って甘酢漬けにすると美味しいんですね。はい。で、あとはじっくり煮込んでスープにするのもいいですし、だしも出そうですね。そうですね、はい。で、最後におすすめなのがきんぴらごぼうならぬきんぴらキャベツ。きんぴら、はい、確かにキャベツの芯の部分ってすごく食感が良さそうですから、また芯の甘みも相まっていいきんぴらできそうですね。あと他にもこれから夏野菜のきゅうりとか、はい、そういうなんかこう長持ちする方法を教えていただきたいんですが、はい、きゅうりだとキッチンペーパーにくるんで、ラップで巻いてポリ袋に入れて冷蔵保存してもらえると、1週間から2週間ほど持ちます。はい、水分が出ていくのを防げるので、おすすめです。一手間かかりますけれども、やってみたいです ね、それでそんなに長く持つなら、やっぱり食品ロスっていうのもどんどん減っていきますよね。はい、なんか昔は本当に食品全く余すところなくっていうのみんなやってたんだと思うんですけれども、やっぱり今こういった情報を聞いて私も実践してみたいなというふうに思いました。さあ、今規格外野菜を普及させようといろんな取り組みされていますけれども、大石さん、今後の目標を教えていただけますか？はい、規格外品の利活用を進めるっていうのもそうなんですけども、やっぱりですね、まず富山県産の青果物のことをもっとたくさんの人に知ってもらいたいですし、食べてもらいたいっていうのがありまして、でもっと言うとそれを作ってる農家さんですね、本当にこだわっていろんな思いを持って作ってらっしゃるので、農家さんのこともよく知ってもらえるように、推進していくっていうのが我々の務めかなと思っております。はい、そうですよね、農家さんが汗水垂らして作り上げた野菜、私たち大事に食べていきたいですね。はい、さあ、富山中央製菓が取り扱う規格外野菜は今月29日の日曜日に県総合運動公園のファミリー広場前で開かれる富山ファーマーズマーケットで販売されるということです。今日は規格外野菜を普及させようと取り組む大石大和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。